兄弟を、兄弟を待ってます。義兄弟を。向こう行っちゃった。すいません、お待たせしました。いや、とんでもございません。もうお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございましたね。事務所で続くのもね、はい、あ、もうありがたいことですよね。実はこれかっこいいですね。本当ですか。はい、あ、いや、めちゃくちゃかっこいいです。白とブルーってこの色合いがいきなり、いきなりありがとうございます。いや、いいっすね。てか寒くないですか、ジュースさん。大丈夫ですか。あのこりゃでかいわ。いや、素晴らしい、素晴らしい。なんか前は毎日ぐらい更新してたんですね。そうですね。なんかね、あの、イデアがしたんですよね、はい、あのその時、フェイスブックしかなかったの、うん、気にして自分も、はい、邪魔そうになってきたとかそれだけみたいです。それだけが監督、東京いらっしゃって、はい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 、でお会いして、作ったんで、で、年末は、お前暇やったら、まあ、うち行こうや、はいはいはい、年越しやるや、たまにはそういう、ちょっとね、監督年っぽい年越すってのもいいなと思って、そうですね、なんかそういうのやってみたいですね。そうですね、なんか、ぜひぜひ。そうですね、みんなで初日の出を見よう。そうそうそう、いいですね。年越ししてる初日の出見に行く。ああ、いいですね。厳しい、はいはい、うん、分かっていて、うん、まあ、きちんとその思いやりも感じながら、うん、まあ、お互いこう涙を隠しながら男らしさってあるじゃないですか、はい、そういう感じがやっぱり監督にもあったし、監督もちょっともう読者どうかなって思ったけど、うん、まあ、言っちゃうとお互いねっていうふうにボロッと最後に言ってくださったこともあったんですよね。うん、もう古田さんはもちろん最初から、うん、アクションの、まあ、仕込みからずっと楽しめる場面があった時も、あ、この人と命を預けられるようになって、預けられるようになってずっと言ってましたもんね、自分ね、最初から。今だからこそ言うんじゃないですけど、それも含めて本当にトランパスさん幸運、うん、だったなというか、ね、もう会えないんだろうなという感じですよね。なんかもうこれから何かあったとしても全てのことさ、信頼もあって仕事も厳しくやれるし、うん、信頼がなかったら厳しいっていうよりは無謀そんな無謀じゃんみたいなになっちゃうと思うんですよ。ありがとう、懐かしい。なんか今怒ってるのかもしれない。いやいや、いいですよね。興奮してますよね、みんな。いや、もうね、熱い。これもいい。オッケーって言われるの待ってて、よし。浅田さんと。いやー、懐かしい。これは懐かしいですね。はい、みんなでトラバースご覧の皆さん、今日はですねスペシャル対談ということでね、ね、ですよね、ね、ね、もう義兄弟ですからね我々、はい、のアクション監督の映画トラバースのアクション監督の白善聡さんと、高梨純役の田辺淳で対談をお送りさせていただきます、はい、イエーイ。白善さん、あのなんかね、ここに多分出てると思うんですけど、思い出話、はい、思い出話、あ、思い出だばっかりですけどね、やっぱパッと思いつくのが思い出なんですか。なんだろうな、前も YouTube のチャンネルでいろいろね、はい、あのアクションシーンのお話とかさせてもらいましたけど、はい、まあ、もうちょっとなんかね、いろいろあれから現場のことを思い出して、うん、そうだな、例えば、うん、途中で、マリーナ、はい、で、あの結城康隆君扮する、うん、レン、はいはいはい、あのレンって役目もやめてほしいんですけど、なんでヒロインのあの女優さんと同じ名前にしたんだってね、まあまあいいんですけど、うん、レンとの立ち回りあったじゃないですか、はいはい、あそこで、アクション考えてきて、はいはいはい、で監督に、まあ、毎回こんなアクションですってこう、うん、プレゼンするわけです、うん、で、まあ、大体監督基本的にいつもアクションシーンはもうお前に全部任せてるから、うん、言ってくれるんですけど、でしたね、まあ、
あの途中でヌンチャク、はいはいはい、ありましたね、だじゃないですか、うん、であのヌンチャクって画面暗くて分かりづらかったかもしれないですけど、うん、ヌンチャクの先に釜がついてるんですよね。ついてましたね、ついてましたね、はい、全く機能してなかったですけどね切られましたよね自分さん、ああ若干 ね切られましたけどね、はい、であれでヌンチャク振ってたら、うん、わーってやって自分の服が切れるっていう、そういう設定でしたね最初ね、伺ってましたわ自分も、そうなんですよ、うん、であれつもり、まあ要はトラバースって監督がその、うん、子供が見て楽しめる映画に したいっていうことで、うん、まあアクションシーンレンもどっちかというとあの映画の中でこう3枚目なキャラクターだった、ちょっとコミカルな感じのね、そうですね、はい、だ笑いの要素はそこだというのがあって、うんうん、まあベタな、はい、そういう自分の武器で自分の服切っちゃったよ、はい、でバーンやってパーン決めたら服ボロボロで血まみれになっててこれ使えねえやっていう流れにしようって言ってたら、はいはい、どうしてあれなくなったんですか、それが現場でこういうやりますって言ったら監督が、うん、唯一そこだけですね、白山、うん、それおもろい、そこはもう俺に取らせろって話になって、いやもう俺を信じろ、俺もうこれはな、まあ、切れたりそんなせんでいいね、うん、もう普通にヌンチャクでポコ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 当たって痛い、はい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 、それの絶対そっちの方がおもろいから、はい、俺に任せろ、俺に取らせろって言って、唯一アクションシーンの中で監督がそこだけ俺に取らせろって、あそうなんですか、はい、それ初めて聞きました、ご存知なかった、あのシーンはじゃあそうだったんです、監督が正真唯一、唯一、あれはでもね嬉しかったですね、そんだけ、まあ、自分たちで考えたことを、うん、そこまで気に入ってくださって、はい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 、でもせっかく破れるような衣装を衣装部さん用意してくれてたんですけど勇気のまあでもそこはまあまあでもいいやってことで、でああいう流れだったんですけど、まあまあ監督がもう喜んでくれてたんで、はいはいはい、まあ劇場でもね多少ちょっと笑いが起こってたんで、本当ですね、結果良かったなっていうのもありますね、なんかそうですね、ちょっとそれがよくたまに思い出すんですけど、なかなかこういうところで話す機会なかったなと思って、ちょっと今日はせっかくの機会なんで、ね、そうですよね、ジュンさんはもうやっぱりね、あのシーンのつながりになりますけど、はい、もう伝説の11テイク13テイク13テイク、はい、もう13テイク、あれはまあまず第一に、ね、思い出できますよ ね、クライマックスでしたよね、なんであんなにやったんですか、ね、いやいやいや、もうね、お互いのことあるでしょうけどね、もうアクションカットが厳しいからいやいやいや、そんなことないです、いやでもね、うん、もう本当にあのシーンはね、みんな妥協したくないと言ってくださってね、自分もなかなかね、うん、ゆきさんとのあれで合わすことができなくてですね、もうなんかでもね、なんか皆さんはね、自分本当申し訳ございませんって、もう自分がって言ってたね、みんながね、いややろうよって、とことんまでやってっていうふうに皆さんがね言ってくださってね、うん、いやー本当にね、確かしんどかったですけど、うん、やってよかったなと思います。あ、悔いないようにやってよかったなと思いますね。あれは粘ってよかったです。本当にね、はい、でも夜が明けてきちゃうんじゃないかと思ってね、あの後ですからね。あの後大変でしたね。まだ湖に。はい。飛び込んだり船飛び移ったりとかね、うん、はい、残ってる中であれしたっけと、まあよくありがとうございます、ね、いや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 、もうこちらも本当スタッフの皆さんが本当協力してくださって、うん、あれはありがたかったですね、本当ですね、一人としてね、なんかこうちょっとこう投げやりだとかね、うん、嫌な感じとかっていうことが、これ監督もよく言われてましたけど、うん、みんなが疲れててもね、うん、こう嫌な顔しない、そうですね、もう不機嫌にならないっていうね、いい現場でしたよね、まあでもね、若いスタッフからやっぱりね、アクションシーンいつまで撮るんだろうなっていう声はもちろんねあったんですか、あれはじゃないです、いや僕じゃないです、僕じゃないです、僕の助手でその岸本っていうのがついてくれてて、はいはい、でたまに撮影中にこう助手の方に、岸本さん、岸本さん、アクションシーンあとどれぐらい撮るんですか、私にも分からないですみたいな、なんかあれはまあそれはあればなって、まあ、そういう中でもね、まあ、最後まで皆さん、はい、付き合ってくださってっていうか、まあね、当たり前のことですけど、うん、いや本当に非常に伝説ですよね、あの日もね、あの日もそうですね、13テイク、潤さんも体ね大変悲鳴上げながら、もうその前の日か、うん、同じマリーナで集団のアクションを撮ってた、はい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 、あの時結構、うん、体ね、やばかったですよね、そうでしたね、そうでしたね、もうね、なんか、うん、あの辺だとこうなんかちょっと記憶がね曖昧になっちゃうぐらいしんどかったですよね皆さんそうじゃないですかねえ、白善さんもきっと、ああそうですね、なんかこう
ちょっと記憶がこう飛んでるところとかあったりしますよ、うん、ありますあそれで言われてああそうそうそうだったっていうねそういうこともありますね。とにかく延々と続くこのトラバスの現場、はい、そうした時もね延々と続くまだやってんのかっていう3年間でまだやってんのかとか。いやいやそれはもう一番ですもんね。いやいやいや、うん、でも記憶ないっつったらなんだろうな、最終日のや、うんね、ミッキー・サッカイの2対1、はい、一番最後に撮ったのは、はい、記憶あんま残ってないですよね自分の中では。もうだって最後の最後で極限でしたもんね。まあそこ打球最後でクランクアップ前じゃないですか。そうですそうです。もう白善さんもそうですけど自分たちももうどことん戦ったろうやっていう感じでしたよね、うん、ありがとうございました本当に。でも監督ももう残りの時間お前ら好きに取れ言うてる。たまに夜中こっそり現場戻ってきてね、うん、お前らいつまで取っとんねみたいな時もありましたけどねいやあの時も白善さんの、はい、もう情熱というかね、うん、妥協しないぞっていうかねいいもん絶対作るんだっていう気迫にねやっぱり引き上げてもらいました本当に。いやでも本当じゃあ本当そうでしたね。いやいやありがとうございます潤さんのは。でもあの一番もう高梨が完成してる時でしたよね一番最後。でも笠原さんとのアクションシーンがね、はい、あれはもう何回もいろんなところで話してますけど、まあ素晴らしかったなと思いますね。よく怪我しなかったよなって俺が言ったらこんな怒られるんですけど、ね、怪我させないのがお前の仕事だろうって言われるんですけど、なんかでも絶対怪我しないだろうなっていうところもありましたけど。どうですね。でもその言葉は誇りですよ、うん、あうん、まあ役者としてはね誇りですよね、まあ、信頼していただけるというね、うん、役取りも随分ね、うん、させていただきましたし、それ見て、うん、やっぱ判断されなきゃいけない立場じゃないですか、まあまあですね、監督ですもんね、アクション監督ですもんね、まあ、今回はそうですね、はい、まあ、今回はもちろん、うん、でだからまあ判断というか怪我も含めてですけど、うん、責任者じゃないですか。そうですね、重かったと思いますよ。まあ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 でもね、うん、でもこんだけあの動けるキャストさんに囲まれて、でスタッフの皆さんもやっぱアクション映画なんだからって理解してくださってね、それはでもそんだけのあの環境ができてたんで、まあ、あとは好きにやらせてもらえたなっていうのはありますけど、その中でもあの笠原さんと戦ってて、あのあれね、ラストのアジトの美術セットすごかったじゃないですか、はい、はい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 、だからなんていうんですか、竹かなんかこうぶら下がって、そうですね、はい、で、あのいろいろこう現場セットできたの見て、うん、あどれ壊そうかなとかって思ってて、そういう目なんですね、はい、あのなんかいろいろこう台っていうかいろんなそのオブジェとかあるじゃないですか、はい、これに突っ込んで倒れたりも OK なのかなとか、いやこれは壊さないでくださいとかやったんですけど、この竹のあれを見てカーテンみたいな、うん、これ刀でスパーンと切ってバーンと落ちたら迫力は出るだろうなと言って、美術部さんにあのこうこうこういうのを、うんうん、作ってくださいっつってそしたらあの気前よく作ってください、小橋用のセットあれしてください、そういう話はね皆さん興味ありますよねもうあれでも現場で即興でお願いしたんで。ああそうだったんですね。そうですね、まああのその撮るっていう前にあのまあ一通りアクション構築してその中で取り入れて、うん、だから撮影までにそういうのちょっと作ってくださいっつってでお願いして、まあでもやっぱ壊し物なんで一発しかできないんで、結構あれが何気に緊張したシーンでしたけどね、うん、そうでした。あれねリハ何回かね一応ね壊さないで、いね、そうですね、はい、ね首ちょぎるんじゃないかと思いましたよあれはでもそういうね壊し物の壊すタイミングと刀の振るのとかで避ける、はい、いろんなタイミングがねもう一発勝負っていう、ね、そうでしたね、まあ、こういうのがあの撮影の醍醐味だなと思うんですけど、うん、でもまあ本当現場って血が熱くなりますよね。まあそうですね。だね、だからもうなんかやめられないっていうかね、うん、もうやめる気もないんですけど、もう本当にやめられなんかね、はい、これだからっていうのはありますよね。そうですね。まあまたあのチーム良かったじゃないですか。あ、良かったですね。うん、もうなんかこうみんな信頼し合っててみんな熱くて、うん、とことんまでやってなんかもうとことん燃え尽きるまでなんか戦わせてもらいましたよ。もうそうですね、はい、まあ白善さんの懐に抱かれてね、いやいやいや、まあ本当にね、うん、はい、なんか潤さんこの質問だけでもう一気に終わっちゃう。本当ですね、はい、次行きましょうか、次行きましょうか、はい、もう今締めにかかってる、覚えてだけでもねいっぱいありますもんね見どころ一押しシーン、はい、潤さんの見どころ一押しシーンですか。はい、まあやっぱりね
まあ白善さんね、まあ普段もちろん役者さんとかも当然メインでやられてるんですけど、はい、まあ、あの時はねアクション監督にしていただいて、やっぱりここはアクションでしょうねっていうことでね、この今日の感じとした見どころ一押し、ね、あ、よかったよかった、アクションアクションのシーンだろうなっていうことで ね、 ですね、はいはいはい、まあということで言うと一番見どころは浜中のあのシーンですよ ね、 ね、あれ俺今日いなくていいじゃないですかねえ、はい、まあ僕は佐山との親友のシーンだろうとか言っちゃっちゃね、な言っちゃっちゃうね、まあ、ね、まあ、やっぱりだからでもいいんですよ、あの、はい、でも映画全体の見どころなんで、まあ、車乗るシーンだとかね、そんなことね、いや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 、地味な地味なシーン見てくれって俺のドライブテクニックみたいないや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 、もうやっぱり、はい、いやクライマックスはね、うん、やっぱり雅人戦とね、その、まあ、その、まあ、あの撮影的にはその後だったんですけど、その前のね、はい、2対1のもうあそこの一連のところはもうこれ一押しというか、まあ、ぜひ見ていただきたいところですよね。そうですね、うん、まあ、手ももちろんそうなんですけど、うん、なんかこう独特のねトラバースの、うん、見れば見るほどね、きっとねこう、まあ、今流行りのまたアクションとも違う、うん、で昔の流行ったアクションとも違う、うん、なんかこうトラバース独自が生み出したね、うん、なんか世界観っていうのを改めてね、自分もあれ客観的にこうしばらくね客観的に見れないんですよね、まあ、そうですよね、自分が演じてると ね、うん、でもようやくちょっとね客観的に突き放してみるとね、うん、あ、なんかあの白善さんがこうどういう、 こうアクションをこう、まあ、こう何なんですか、悩みの中からこうひねり出されて、トラバース的世界っていうのがね、あそこでちょっとねなんか消化されたというかね、うんうん、なんか結晶みたいなシーンだなっていう、うん、どこにもないですよ、ああいう感じのなんか、うん、なるほどね、アクションシーンって、うん、だからあそこのねこう二つのね、うん、一連の流れのアクションシーンっていうのはね、うん、自分にとってはぜひもう一回ね、うん、パーッと見るとね、うん、ちょっとあれですけどね、噛めば噛むほどね見れば見るほどねこうなるほどねっていう味が出るシーンだというふうに確信してますので、ね、自分はそこなんですけど、なるほどね、いかがですか。まあまあ同じですね、まあ、なかんだ言って最後の、うん、まあ、屋上のアクションシーンが一番好きかな。あ、屋上の、屋上の、はいはい、なんだかんだ言って、うん、まあ、自分で言う褒めてどうすんねんって話ですけど、はい、あれはうん、あのしかもあんな前半に撮影して、はい、やっぱ潤さんと笠原さんのなんだろう、もうあんだけ役に憑依してるってね、何度もこういう話させてもらってますけど、はい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 、あれは見事だったなと思うんですけど、そうですね、まあもちろんさっき言った2対1のシーンもいいし、うん、あれですけど、潤さんなんかどうですか、アクションシーン撮ってて、うん、撮影中、あ、ここちょっと危なかったとか、うん、あ、今の攻撃当たりそうだったよとか、逆に当てそうだったよとか、うん、ヒヤッとした場面ってありました。最高です。はい、ありがとうございます。